はい、どうも世界一ストイックな怠け者鉄拳鉄拳です。はい、とつてタイツ新人ちゃんですね。はい、タイツちゃん、今回の動画では、まあ、このタイツちゃんが出てきたことで、まあ、さらに、まあ、スキル1の暴走とスキル2の撃砕ばらまきで、さらにはスキル2で体力値が低い味方に対して精錬をつけることで、まあ、味方に致命無視効果をつけることができる機能がついて、まあ、さらにデッキを硬くする機能がついたことで、まあ、先ほど戦役の新構成デッキ紹介しましたが、今回はボスの突破ですね。はい、ボスの突破においてまた一つ新たな革命が起きていますので、ちょっとその話していきたいと思います。まあ、具体的には源義経ちゃんを利用したコブループという突破戦術ですね。これがまた一つ攻略の仕方が増えたということで、ちょっと今回はその話していきたいと思いますが、はい、ちょっとコブループが何かについては動画で実際にボス戦やりながら話していきたいと思いますが、まあ、要はリュウビちゃんが4ターンのコブをするんですが、2巡目またリュウビちゃんがスキル1を打つタイミングまで1個前に打ったリュウビのコブが残ってて、そのおかげでコブによって火力が高くなっている状態のリュウビちゃんがさらに自分にコブをつけるということで、雪だるま式に火力が上がっていくっていう、まあ、裏技ですね。まあ、ただリュウビちゃんのコブは基本的には3ターンしか持たないので、2巡目のリュウビちゃんのスキル1を打つ頃にはなくなっちゃってるんですね。はい、ただそんなリュウビちゃんのコブをこの源義経ちゃんっていうキャラクターがスキル2で体力値が高い味方2名の有益整合特殊状態のターン数をプラス1ターンすることができ、3ターンのコブを4ターンのコブにすることができるんですね。まあ、つまりこれでリュウビちゃんのコブが途切れなくなって、まあ、常にリュウビちゃんは高い攻撃力でもって自分にコブをつけて、でまたそれによってさらに強くなったリュウビちゃんが自分にコブをつけてっていうのを何ターンも繰り返していくうちに、まあ、ゲーム内最大の火力が出せる必殺技があると、まあ、これがコブループと呼ばれてるんですが、まあ、そのコブループというのを利用して今ボス2050ステージラスボスですねまで、だいたい主力の攻撃力、はい、リュウビちゃんの最大攻撃力今回ですね600万いかないぐらいで、メインアタッカーのアマテラスの攻撃力も660万ぐらいと、まあ、2050ステージ突破するにしてはかなり弱い攻撃力でラスボスまで突破してしまったと、はい、いうことができる義経ちゃんとリュウビちゃんを利用した必殺技があるんですが、まあ、このコンボに関しては実はこのタイツちゃんが出てくる前ですね、この前の大黒天ちゃんが初リリースされたタイミングで一旦の完成を実はしてました。まあ、タイツちゃんなしのコブループのデッキについては同じ YouTuber の方で伊藤家さんっていう方が詳しく説明してますので、この動画の概要欄に伊藤家さんの該当動画のリンク貼っておきますので、ぜひそちら見てから今回の動画見ていただけるとより知識が深まると思うので、まあ、タイツちゃんなしで大黒天ちゃんを使ったコブループですねに関しては伊藤家さんの動画ぜひ見てみてください。もう戦役ボスマニアの方ですね。で今回はその大黒天ちゃんにプラスしてタイツちゃんが入ったことで、まあ、これ何が起きたかっていうと、まあ、タイツちゃんスキル1で暴走、スキル2で撃砕をつけることができるので、まず暴走キャラクターのコキビを使う必要がなくなりました。まあ、コキビ途中から結構柔らかくなっちゃうキャラクターで落ちやすい暴走キャラクターなんですね。結構コキビがネックで落ちてしまうってことあったんですが、まあ、今回のタイツちゃんかなり硬いので、まず暴走キャラクターが安泰になったと。はい、それプラススキル2の撃砕に関しては9点原料と被っていたんですが、この9点原料を使わなくても撃砕が今回のタイツちゃん使うことでばらまけるようになったので、別途祝福キャラクターのアマテラスが使えるようになったっていうところですね。はい、このキャラクタースキル2が必中で立ち回れるキャラクターなんで、まあ、要は何ができるかっていうと、雪だるま式に火力が爆発的に伸びてくコブループ、それを必中で敵にぶつけることができるようになったんですね。まあ、昔も上杉謙信なんかを使って必中でコブループを回してボスを突破していくっていう戦術が、まあ、ここに私が動画出した時、まあ、だいぶ前ですね、3年前とか4年前だったと思いますが流行ってましたが、タイツちゃんがいなかった頃はメインアタッカーキューちゃんですね、でボスを突破していくっていう突破戦術で、はい、これ上杉謙信一応ここデッキいますが、これはアタッカーとしてではなくボスに狙われて、まあ、ボスの連撃の攻撃回数を消耗するためのでタイミングよく義経ちゃんを出すための上杉謙信なので、まあ、これは全然戦いには参加しない加工とには上杉謙信ですね。まあ、メインは Q ちゃんが以前のデッキでは戦っていたんですが、今回 Q ちゃん使わなくてよくなったんでアマテラスが出てくることができると、まあ、つまり必中立ち回りができるので、よりレベル差なんかがボスとある場合でも攻撃が当たるようになるので、ボス突破がその部分においてはしやすくなるという形になるんですね。まあ、これがかなり革命的だなということで今回動画撮ってます。はい、ちなみに、さっきここ上杉謙信いたのが今回タイツちゃんに変えて上杉謙信いなくなってますが、今回の実際の検証映像ですね、上杉謙信なしでやってます。まあ、その理由としては、まあ、かぐや姫味方に奮起ばらまけるんで、まあ、コブループ途中から奮起で強くできるっていうところと、私の上杉謙信ですね、カコートンとともにボスの攻撃を受け止めて落ちてタイミングよく義経ちゃんを出すっていう仕事をするためにはちょっと硬すぎて装備全部剥がしても落ちないので、私の場合ですね、この配課金サーバーだと上杉謙信おとり役に使えないんですね。なんで、まあ、伊藤圭さんが紹介しているようにカコートンからの上杉謙信の義経ちゃんっていう出し方が一番コンボとしては決まりやすいので、まあ、この形がおすすめですね。まあ、ただ最大火力狙うのであればかぐや姫の奮起なんかもとても有効かなとは思いますので、まあ、ちょっと運の要素強くなって
っちゃいますが、今回私はちょっと2つの理由で上杉謙信を出せていませんということで、その点ご了承ください。でまたこちらのサーバーに関しては廃課金サーバーになるので、まあ正直ちょっと奥義なんか解放しすぎてて現実的ではないので、まあ特に耐久面ですね、なんかに関しては、例えば白卓、まあこんなわけのわかんない装備の仕方でプレイしていたり、まあと義経ちゃんなんかもこんな、まあ、かなり手抜き装備、まあ、これでも廃課金だとかなり硬いのでなんとかなっちゃうんですね。まあとはいうもののボスのスキルなんかを食らったら普通に一撃で落ちるぐらい、やっぱりボスの火力2050ステージまでいくと強いので、まあ廃課金だから硬すぎだろうっていう感じでもないんですよね。普通に余裕かと思いきや落とされるので、やっぱり大黒天ちゃんの日陰だったり、今回のタイツちゃんの精錬ですねっていうのがかなり役に立ってるなっていう印象は受けました。一応細かいステータス載せておきますね。はい、メインの劉備ちゃん最大攻撃力600万、細かいステータスはこんな感じ。ちょっと硬すぎますねこの劉備ちゃんは。はい、まあなんで本当に、まあ、今回に関しては、まあ、メインはこの低い攻撃力でもって突破できるっていう事例ですねがメインで、まあ、耐久の部分はやや薄い目で見てもらえればいいかなと思いますね。はい、アマテラスもこんな感じの装備セットで最大攻撃力660万で細かいステータスこんな感じですね。まあでもこれでもボスの一撃でズドンと落ちるんで、普通にこれ硬すぎるだろうと思う方もいるかもしれませんが、全然そんなことないんですよね。やっぱり大黒天ちゃんの日陰が重要であると。はい、で白卓、はい、こんな感じの装備セットで細かいステータスはこんな感じの白卓を今回は作ってきて、大黒天ちゃん、はい、もうこちらに関してはほぼ裸ですね。はい、細かいステータスこんな感じの大黒天ちゃんになってます。あと今回目玉のタイツちゃんですねに関しても、右側装備つけてて、はい、細かいステータスこんな感じのタイツちゃん、これ右側装備してないと敵の範囲攻撃で一発で落ちてしまうので、まあ落ちても別にいいんですが復活できるキャラクターなんで、はい、一応そんな感じのタイツちゃんと、あとは義経ちゃんですね。はい、今回細かいステータスとしてはこんな感じで作ってきてます。まあかなりやっぱり廃課金なんで再現性って意味では怪しいので、まあ、可能であれば戦力隊だったり育成隊なんかが近いプレイヤーさんでコブループしてる方を見つけて話を聞いてみるのが一番いいので、まあ、今回はあくまで参考程度に見てもらえればいいと思いますが、はい、そんなコブループデッキですね、重要なパラメータの設定何個か話しておきます。まず義経ちゃん、このキャラクターがスキル2でコブの延長をする必要があるので、まあ、この有益生後特殊状態を一旦延長できるのは体力値最高の味方2名だけになるので、はい、このデッキ作る際は必ず劉備ちゃんですねの体力値を全キャラクターの中でナンバーワンにしておくことが重要です。はい、であとこの大黒天ちゃんの味方を守るのにとても重要な日陰ですね。はい、こちら最大攻撃力が最高の味方3名に対して蓄力と日陰をこのキャラクターつけるので、まあ、蓄力は劉備ちゃんと必中キャラクターのアマテラスがまず欲しいので、あと1名ですね、最大攻撃力が高いキャラクターにできれば源の広政ちゃんですね、最大攻撃力なるべく育てて強くしてあげてください。まあこれ結構危ないのが、コブループしていくと神器なんかがある白卓ですねなんかが源の義経ちゃんより攻撃力高くなってしまったりするので、まあ白卓なんかは攻撃力作らないように、まあ神器キャラクターですねご注意ください。まああと可能であればこのタイツちゃんのスキル2の白バフの精錬ですね、これも体力値が低い味方に対してつけに行くので、まあ可能であれば一番落ちやすい義経ちゃんの体力を低く設定して義経ちゃんに精錬が行くようにできれば一番いいですが、はい、今回私の場合一番体力低かったのはこちらですね、大黒天ちゃんが体力50万ということで、これが一番低いですね。はい、でも割と装備柔らかくしたこともあって、そのおかげで大黒天ちゃん精錬に助けられたりしてるので、そのシーンなんかも一緒に見ていきますか。はい、とつて一緒に見ていきましょう。はい、まずとても重要になってくるのはこの最初ですね、開幕ボスの攻撃範囲攻撃からの連撃をしてくるので、この連撃で沈まないように、はい、デコイのキャラクターですね出しておくといいと思います。まあ、今回桃地丹波みたいな、まあ、複数回致命無視ができるキャラクターですねなんかを間に挟んどいてボスの連撃を受け止めてもらうと、まあ、ここは誰でもいいです。何回か致命無視ができるキャラクターなんかがいればいいですね。で白卓が出てきて、はい、七星をアマテラスと劉備につけます。でさらに敵の範囲攻撃、まあ、これは耐えて、はい、大黒天ちゃん出てきて蓄力アマテラスとリュービちゃんにつけ、日陰ですね、白バフの日陰が一旦アマテラスとリュービちゃんと白卓についてますね。はい、この日陰がつくことで HP 上限から見て 20% を超えるダメージは 20% に抑えることができるという機能がつくので、まあ、一撃で落ちることがなくなるんですね。はい、今3人を日陰で守りました。はい、でさらにここでタイツちゃんが出てきて、はい、タイツちゃんの効果で暴走アマテラスとリュービちゃんにつけ、それプラス剣忍なんかもついてるので会心ダメージにさらに硬くなってますね。はい、そして最後アマテラスが祝福ですね、祝福を劉備ちゃんにつけながらスキル1殴っていくという形で、七星、蓄力、暴走、祝福からのコブっていうのを打っていって、過去と出てきてボスの攻撃で落ちて、あの枠にどんどん応援キャラクターが出てくるっていう形ですねを作っていきます。はい、から白卓が箱をばらまきですね。これ重要になってくるのはボスの取り巻きをこの2ターン目で落とすことですね。なんで箱をばらまきからの、はい、今回のタイツちゃんの撃砕ばらまき、これで箱と撃砕が敵についた状態で、まあ、取り巻きなんかはかなりこれで耐久をしているので、必中キャラクターのアマテラスですね、今までキューちゃんが祝福やってたのはアマテラスに変えたことで、これが絶対攻撃当たるので、はい、めちゃくちゃこの2ターン目の敵の
落としですねっていうのがしやすくなりました。これがでかいですね。今回レベル差あるとおきゅうちゃんだと攻撃ミスっちゃったりするので、そこで試行回数増えちゃうのを必中攻撃で確実に落としていってボス一体切りにすることができると。ちなみに今敵を落とした瞬間こっちに反撃のダメージ範囲攻撃返ってきてますが、1巡目に関しては敵が落ちた瞬間の範囲攻撃によってコブの単数を減らす機能がついてるんですね。なんで今リュウビちゃん見てもらうと残りコブがもうこの時点で残り1ターンになっちゃってるんですね。なんでこの後アマテラスが動いた後リュウビちゃんここで範囲攻撃していって終わったらコブ切れちゃうんですね。なんで1巡目に関してはコブループができませんので、コブループは2巡目からですね。相手として応援にかぐや姫出てきて奮起をつけて、はい、でボスのスキルが4ターン目に来るので、これでかぐや姫が落ちてもらって、はい、大黒天ちゃん今ボスの連撃ですね、セーレン使って耐えましたね。はい、一番体力低いのを大黒天ちゃんにしてたおかげでここ一発耐えることができました。まあ、地味ですがありがたかったですね。まあでもセーレンは一番上の義経ちゃんですね、この後5ターン目に出てくる影姫が落ちた場所に出てくる義経ちゃんにつけるのが、まあ、一番落ちやすいのはやっぱり義経ちゃんなんでいいかなと思います。で5ターン目に出てくることでこの後ですね、白卓の氷害だとか影光なんかがもらえるし、氷害はもらえましたね。であとは大黒天ちゃんの日陰なんかはこのターンもらえないんですね。ちょっと攻撃力が高い味方3名なんで、応援で出たばっかりの義経ちゃんはここはもらえないという感じで2巡目、はい、ここまた1巡目と同じように七星、蓄力、暴走、祝福をリュウビちゃんにつけていって、ここからコブの重ねがけのスタートですね。リュウビちゃんにしっかり4種類のバフがついているので、そのコブを味方全体にパスしていって、まあ、味方全体がコブで強くなっていくと。でここ、はい、今義経ちゃんが動いてプラス0と HP 回復しながらコブの単数ですね、リュウビちゃん3ターンのはずのコブがここで4ターンになってるんですね、はい、このおかげでリュウビちゃんのコブが自順の9ターン目まで残るという立て付けになってます。はい、まあ、ちなみに白卓についてる日陰の単数なんかもこれ白バフも延長するんで3ターンになってますね。なんでボスの強力な攻撃もし白卓に飛んできてもめちゃくちゃ耐えられます。これ日陰単数延長できるのもとても優秀なんですよね。はい、突然2巡目、まあ、まだコブの重ねがけ始まったばっかりなので威力は弱いので、はい、アマテラス必中ですが、まあ、ボスのバリアすら壊せないと、はい、いうこの火力の低さから始まって、あ、またいいですね、ボスの連撃大黒天ちゃんが受け止めきりました。はい、この火力の弱いコブの重ねがけから始まってどれだけ強くなるか見ていきましょう。はい、9ターン目ですね。9ターン目入ったところでリュウビちゃん一番下見てもらうとコブ1ターンこの時点で残ってるんですね。なんで今リュウビちゃん攻撃力爆上がりした状態のまままたコブが打てるんですね、この状態で。まあ、コブっていうのは自分の最大攻撃力を利用して味方にその攻撃力をパスするので、かなりの強いコブが打てるんですね、これで。まあ、ちなみに防御力もこれでかなり上がります。はい、そんな火力が高いリュウビちゃんにバフを4種類つけた上でまたコブをばらまいていくと。はい、これでどんどん味方がコブで強くなっていくんですね。で面白いのはアマテラス必中なのはもちろんありがたいですが、それ以外のタイツちゃんだとかも結構連撃がスキル2でできたり、今回強い撃退連撃キャラクターなのでタイツちゃんなんかも普通にアタッカーなんですよね。はい、そしてまだ攻撃力上がったんですがボスのバリアは壊せず、はい、ちょっと何周か見ていきましょう。さあ13ターン目、はい、4巡目ですね。ボスの連撃これで、はい、アマテラス普通に落とされちゃうんですね。はい、配下金とはいえどやっぱり2050ステージめちゃくちゃボスの火力高いので、ここでアマテラスが1回落ちて、はい、ただまあすぐバフで火力取り戻していって、まあ、リュウビちゃんが落ちなければコブの重ねがけコブループですねに関しては続くので、アマテラスが落ちる分には全く問題ありません。はい、そして今4回目のコブですね、3回目かな。もう威力かなり強くなっているのでボスのバリア見ていきましょう。もう、はい、アマテラスのスキルに必中攻撃でもうバリアがここで完全になくなって、はい、ボスを落とせるかどうかギリまだいきませんね。いやもうどんどん強くなってるのが分かると思います。であとはボスの攻撃を耐えてればこんな感じで雪だるま式でコブのパスが強くなっていくのでボスが簡単に倒せるという感じですね。でボスは復活した後どんどん強くなってくるので、復活する前になるべくここループさせて攻撃力作っておきたいですね。まあ、コブどんどんやっていくと防御力も上がっていくので強くなりますが、あと大黒天ちゃん1回落ちましたね。いや結構大黒天ちゃんにセーレンつけてたのは正解だったかもしれませんね、今回のこの映像においては。まあコブ防御力も強くしてくれるんですが、ボスの防御虫攻撃ですねなんかもどんどん強くなっていくので、ちょっと防御力上げても防御虫攻撃は痛いんですよね、ボスの。はい、そして17ターン目コブ、はい、で18ターン目義経ちゃんの延長と。はい、そろそろ火力やばそうですね。あ、というか、はい、タイツちゃんがすごい威力になってますね。タイツちゃんが落として、はい、ここ落としたことでボス落ちると生後全剥がししてくるんですが、ちっちゃいキャラクターのアマテラスではなくてタイツちゃんが生後全剥がし食らいましたね。なんでアマテラスの火力はめちゃくちゃ強くなってるんですが、これボス落ちた後ですね、見てもらうと玉壁が3ターンっていう形で玉壁がついており、まあ、どんなに必中で強く殴っても玉壁によって攻撃が完全にカットすることができるので、まあ、ここで落とせそうな感じもしますが、はい、カットされちゃうんですね、玉壁で。
なんでまだ次のターンまではちょっと持ち越しですね。はい、ちょっと今日動画撮りすぎてもう喉が限界ですが、まあこれめちゃくちゃ面白いんで、はい、またボスの連撃アマテラス来ましたね。でアマテラスもだいぶタフなキャラクターなんで、まあ主力アタッカーとして頼もしいですよね。必中でボスの攻撃も受け止めてくれると。21ターン目、さあこれ最後になりますかね、バフの重ね掛け。はい、ここでコブまた重ね掛けしていって、さあかなりの威力になってると思いますがどうか。さあもうハクタックでバリア壊れてますね。これ大黒天ちゃんで、あ落ちましたねアマテラスの必中まで待つまでもなかったですが、まあ、これレベルかなり廃課金サバなんで近いんで、まあ、実際にはここら辺の攻撃は外れてるものとして必中のアマテラスですねなんかがボスを落としに行ってくれるっていうようなイメージで見てもらえればいいのかなと思います。本当に恐ろしいコンボですねこれは。はい、ということでまとめると、今回タイツちゃんが入ったことで撃砕と暴走になってくれるので、まあ、前みたいに小機微だったり宮殿原料を使う必要がなくなったことでアマテラスを入れられるようになり、必中でコブループができるようになったっていうところですね。まあ、ただ火力については宮殿原料の方がアマテラスよりおそらくスキルに強くなるんじゃないかなと思いますので、火力が足りないって人からしたら宮殿原料の方がもしかしたらいいかもしれませんね。ちょっとここら辺までは検証できていないので、まあ本当に今回のは一つのパターンとして、もうこれが最適解だって言い張るつもりは全くありませんので、その点ご了承いただけますと助かります。はい、ということで、いやタイツちゃんいいっすね。まあちょっとまだこの感じだと結構大人数のキャラクターに声援装備ですねつけてなんとかっていう感じなんで、まだ美化金だとちょっとだけ難しいかなという気がしますが、まあ、徐々に徐々に新生コブループですね完成に近づいてきてるんじゃないかなって気はしてます。はい、でちょっと今回説明足りてない部分も多分あると思うので、もし追記で話したいことがあったらコメント欄に書いていきますので、必ずコメント欄もたまに見に来るようにしてくださいね。はい、そして最後までご視聴いただきありがとうございました。